ブンブン、ハロー YouTube。どうも、マサラです。今回は海外サイトの方に近々発表されると噂されている新型の Xperia XZ3 の画像が出ていましたのでご紹介したいと思います。この画像が掲載されているのはこちら My Smart Price というサイトになります。こちらに Xperia XZ3 の画像が掲載されていて、外観はこのような感じになります。背面のデザインは春に国内でも販売された XZ2 とほぼ同じで、中央に指紋センサー、そしてその上にシングルレンズのカメラが搭載された形となります。ボタンの配置なども XZ2 と同じで、シャッターボタンに電源ボタン、そしてボリュームボタンが右側に並んでいます。ディスプレイについても XZ2 と同様、縦長のディスプレイが採用され、他のメーカーからよく出ているようなノッチ付きのディスプレイは採用されていないようです。スペック的には XZ2 とほとんど同じで、 CPU はスナップドラゴン845が搭載されると言われています。そしてまだ未確定の情報ではありますが、一部モデルでは有機EL ディスプレイが採用されるのではとも言われています。ディスプレイの側面を見ると、 Galaxy S9 のように横側に回り込むようなカーブのついたディスプレイを採用しています。有機EL ディスプレイを採用することによってこういったデザインが可能になったのかもしれません。なお、この Xperia の最新モデル Xperia XZ3 については、今月末から開催される予定の IFA2018 にて発表されると言われています。ソニーから正式に XZ3 について発表がありましたら、また別の動画にてご紹介したいと思います。なお、現在購入することができる XZ2 の販売店のリンクについては、この動画の概要欄の方に貼っておきます。スペック的にはあまり大きく XZ2 から変わりそうにありませんので、なるべく安く購入したいというのであれば、現行品を購入するというのもいいかと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。